君は私となり、私は君となる。さあ、欲望を解放しよう。君の中に流れている血のささやきに耳を傾けるのだ。やめて！僕に構わないで！あれを最後に声は聞こえなくなった。なのに今日あの声が再び聞こえ始めるようになった。なんだろう、さっきからやたらとパトカーが走り回っている。あの駐車場前での奇妙な出来事で緊張したのだろう。今の僕はなんだか疲れていた。あの後書店を回って参考書を買ったのはいいけれど、途中で疲れてしまい休んでいたらいつの間にかこんな時間になってしまった。夜になってもこの街は眠らない。僕は夜が嫌いだ。なんとなくそう思うだけで、どうしてという根拠はないのだけれど、でも学校を辞めてからいつの間にか昼夜の生活が逆転し始め、今では夜が僕の活動時間になってしまった。僕は夜の方が生活をするのに向いているのかもしれない、そう思い始めている。おい、こっちだよ。なんだろう、はい、座って座って、雨だよ、じゃあ。そしたら、よし。あれは、あんなところに血。でもこの程度なら我慢できなくもない。おい、なんだよ、何があったんだよ。人が死んでるらしいんだ。殺人事件か。殺人事件、いや、なんか喉を切り裂かれてるって話だぜ。なんだよそれ。なんだか恐ろしくなってきた。なぜだろう、とても不吉な予感がした。気がつくと僕はポケットの中の鈴を力いっぱい握りしめ、足早にその場を立ち去っていた。殺人事件だなんて。僕は血の匂いの中にあの夢を思い出していた。人殺しの夢のことを。僕は中学生の頃、人殺しの夢を見た。それは夢というにはあまりにも生々しくて気味の悪い夢だった。暗がりの中から生き物のうなり声のようなものが聞こえていた。そこで僕は自分の部屋のベッドで目を覚ましたんだ。血に染まったシーツを父さんに見つからないように洗った。あのことは夢じゃなかった。あ、もうこんな時間なのか。急がないと電車がなくなっちゃうな。僕は急いで駅に向かった。けれど最終電車には間に合わず、
始発が動き出すまで適当に時間を潰すしかなかった。冬の満月が青白く光る。今日起きた出来事を僕は月を見ながら思い返す。やがて空も白み始め、始発の電車も動き始めた。僕は家に帰ることにした。空がようやく明るくなる頃、僕は家に帰り着いた。ただいま。誰も起きている気配がない。こんな時間じゃ父さんも母さんも寝ているに違いない。僕は二人を起こさないようにそっと中へと入っていく。父さんは今のソファーで仮眠をとっている。僕は足音を忍ばせて階段を上った。なんだろう、不思議な日だったな。あのセーラー服の子、なんで日本刀なんか。でもずっと前から知っているような気もするのはなぜなんだろう。僕は昨日からのことをあれこれ考えながら、いつしか深い眠りの中へ落ちていった。目を覚ますと辺りはすっかり暗くなっている。今へ入ると父さんと母さんがアルバムを見ている。あら、久しぶりに顔を見せてくれたわね。どう、勉強はかどってる？うん、まあまあ。ずいぶんゆっくりと休んでいたようだね。あ、うん。そろそろお腹も空いた頃だろう。何見てるの？昔住んでいた桜ヶ丘の時の写真よ。父さんと母さんはアルバムを見続けている。昔住んでいた桜ヶ丘のことを話しているようだ。ほら、これ。あら、あの子が生まれた時ね。僕が生まれた時、父さんと母さんは借金までして桜ヶ丘に家を買った。でも、その家は10年前の台風の日、あっけなく土砂流に飲み込まれてしまった。ねえ。何？まだあの時のことは思い出さないの？うん。その台風があった時、僕は一人で留守番をしていたらしい。そして土砂流による家の崩壊。でも初めの救助活動で僕の姿は見つからなかった。僕が見つかったのは1週間後。家のあった桜ヶ丘から北へ50キロほど離れた隣の県の河原付近をさまよっていたところを保護されたらしい。残念ながら僕にはその時の記憶がまるでない。ただ右の脇腹には多分その時に怪我をした大きな傷跡が残っている。父さんはその時の事故の後、母さんと話し合い、それまで勤めていた出版社を辞めて家に残ることを選んだ。家族を大事にしたかったんだ。人と競争することが嫌いなんだ。僕から見ても優しすぎるんだと思う。でも父さんって家に引きこもっているせいだろうか、同じ年の大人と比べてもとっても若く見える。それに比べて母さんは老けた。父さんとは対照的に外で働いて苦労も多いんだと思う。なあ、やっぱり何も覚えてないのかい？何が？君が見つけられた時、傷口を赤い布切れで止血されてたんだよ。それがどうかしたの？うん、あれってセーラー服のスカーフじゃないかと思うんだけど、なんであんなものが。僕に聞いてもわからないよ。
僕は食事を終えて居間へ戻った。ソファーに座ってアルバムをめくっていた僕は一枚の写真に驚く。桜ヶ丘にいた頃、家族と共に出かけた花見の写真。なんで、どうして。目を覚ます。これは10年前の写真のはずなのに、どうしてあの子が。これ本当に10年前の写真かな。ねえ、どうしたんだい。これん、この写真いつ撮ったの。ああ、これは10年前の花見に行った時の写真だよ。これ桜ヶ丘ね。あなたがまだ7歳くらいの頃の写真かしら。でもこの年の台風で前に住んでいた家が流されたんだよ。そうね。あなた覚えてないの。うん、そうか、やっぱり10年前の写真なのか。ところで知ってるかい、あの桜ヶ丘ね、あれから大掛かりな団地を建造したんだけれど、バブルの崩壊で今はゴーストタウンのようになってしまったらしい。桜の花もつぼみを膨らませる。そんな季節の訪れを感じる頃、僕の家から母さんがいなくなっていた。僕が寝ている間にいつものように仕事に出かけ、そのまま帰ってきていないって、そう父さんは言っていた。僕から見て父さんも母さんも仲が良く、そういった関係から母さんが家を出て行ったとは思えない。父さんが警察にも連絡はしたみたいだったけど、母さんの行方は未だつかめていない。季節外れの台風が近づいていた。僕は今日も母さんを探すため外に出ていた。雨が激しく降り始める中、僕は走って家に帰る。あの、君は…サヤ、音無しサヤ。サヤ、どこかで聞いたことは…ここを離れた方がいい。え？もう遅いかもしれないわ。その黒い車が走り去った後も、僕はしばらく雨の中に立ちすくんでいた。夜になって雨風はますますその激しさを増した。はい。もしもし。母さん。元気？母さん、今までどこに。ごめんなさい、今教会の近くで雨宿りしているの。教会の近く。そうなの。すぐ来て、迎えに来てちょうだい。わかった、すぐ行くね。ここよ。いきなり頭の中に母さんの声が響いた。僕は声の出所を探してゆっくりと体を巡らす。誰？はじめまして。それともお久しぶりかしら。君は誰？母さんはどこ？私はトーコ。あなたのことなら何でも知ってるわ。あの、トーコさん、母さんは、母さんがどこにいるか知ってるんでしょ。中へ入ってきて。母さんの声だ。
驚いた。そう言って彼女は自分自身の声で微笑む。彼女の声を聞いた途端、彼女の言うままにこの中に来てしまった。あなたの母さん、ここにいるわよ。あなたの母さん、温かくてとても美味しかった。何を言ってるの。母さんは瞳子の体の中で生きているの。赤い血となって。残念だけど時間がないのよ。だからこうしてあなたを誘い出すしかなかったの。あなたの一番望む人の声で、相手の望む声で相手の気持ちを変える。それは私たちが生き延びるための初歩的なテクニック。あなたは私と一緒になるの。逃げないと。無駄よ。体が動かない。あなたは私の声から逃げられない。さあ母さんと一緒になりましょう。話して。あなたの体の中に潜んでいた血が目覚めてしまったみたい。もうあなたのマインドコントロールもなかなか難しくなったわね。素直で母さんの言うことを何でも聞いたあの子はもういないのね。何を言ってるの。まただ。また体が勝手に。多分あなたはいくつか気づいているはずよ。普通の人間には聞こえない音域まであなたは聞き取ることができる。体の成長が止まったのではなくて、限りなく緩やかになっただけなんだって。私はそんなにたくさんのことを望んでいるわけじゃないの。普通の人間の中に混じってささやかで幸せな時間を過ごせればそれでいいの。でも邪魔する人がいるの。お願い、私に力を貸して、あなたの血を分け与えて。やめてよ。雷に照らし出された机の後ろに干からびた牧師の死体があった。昔、私はあなたのために力を貸したことがあったわ。あなたが中学の時よ。3人のクラスメート、覚えているでしょ。逃がさない。突然の騒ぎの中で瞳子さんが僕を見て微笑む。何が言いたいんだろう。でもこの瞳は、その時僕の頭の中で何かが弾けた。あの瞳、どこかで見たこともある。でも今は逃げなきゃ。立てるか。行け。奴は死なない。一撃で大量に出血させない限り死なないんだ。逃げなきゃ。
棺は礼拝堂の入り口に続いている。右だ。いたわね。何を叫んでいるんだろう。